白家に登ります。行ってきます。はい、5月の、皆さん、お知らせです。手頃でハンモックハイキングもできるので、ハンモックポイントもご紹介します。大シャンです。今回は福岡市西区の低山甲州岳をご紹介させていただきます。一の谷登山口の冒頭は木の階段が崩れているので、足元にお気をつけください。手すりもあります。山頂は眺めも良い、広くてピクニックにもおすすめです。途中ね、かわいいワンちゃんに会いました。甲州岳はほとんどね、階段となっております。バーはい、途中で、ね、看板来ました。何て書いてある？甲州岳山頂610m だそうです。はい、途中の看板来ました。はい、今度何て書いてある？甲州岳580m。 はい、よくできました。登山道は比較的階段が多めです。こまめに看板があるので分かりやすいですね。ポイントポイントにベンチがあるので休憩もしやすいです。体力のない方にもおすすめです。はい、こういう感じのベンチのスペースがあります。いや、下にしてもっと見えちょっと貸して、はいはい、こんな感じ。はい、途中また看板があります。何て書いてある？甲州岳山頂380m。途中こういうね、看板がいろいろあって分かりやすいですね。はい、甲州岳山頂まであと何メートル？ 260m です。はい、ここはベンチもあるのでおすすめです。はい、じゃあ第一展望台です。ベンチもあって、どれどれ、おお、いや、南展望所はすごく天気も良くて絶景でした。福岡の人気観光地糸島の玄関口の眺めです。おお、すごい。今日も天気がいいので当たりでーす。ですねはい、第一展望台から、山頂の甲州岳のね、ピークに向かっております。ちょっとね、大変この壁滑りやすくなっておりますので、お気をつけください。じゃあ行きます。よいしょ、甲州岳山頂に着きました。甲州岳山頂何メートルですか？54.5 メートルです。はい、お疲れさーん。でも暑いです。はい、SAC っていうね、 4K アクションカムっていうのを使ってみたんですけど、山頂までバッテリーが持ちませんでした。うん、まあしょうがないですね。あちらに見えるのが毘沙門山で、その奥に見えるのが四方区です。こういう風にね、こう海と山が、一望して見えます。うん、最高。南展望所がおすすめのハンモックポイントになります。ここで海を眺めながらコーヒーを飲むわけですね。私大社は福岡の各地の山でこんな感じでハンモックハイキングを楽しんでおります。
なかなか楽しいですよ、ハンモックハイキング。はい、下山してきました。楽しようと思ったんですけど、ゆっくりしてたら30分ぐらい片道かかってましたね。駐車場、5、6台止めれそうな感じです。これから我々はだいたい登山の後は温泉かラーメンと決まっておりますので、行ってみたいと思います。糸島の玄関口、福岡市西区の絶景低山甲子岳と大ちゃんのハンモックハイキングのご紹介でした。ご参考になりましたらチャンネル登録お願いします。